皆さんこんばんは、ロゼです。今回は青舌の手作りフードシリーズ撮っていこうと思います。今回は青舌に揚げるものは卵とみじん切りにした小松菜です。もうみじん切りにしてあります。前回よりはちょっと目が荒いと思うんですけど、こんくらいでも卵がね大好物なんで、きっと一緒に食べてくれるだろうなと思ってこの粗さにしました。割って混ぜていこうと思います。ボウルの中に卵を2つ割り入れて、小松菜を混ぜて溶き卵にして餌皿に入れようと思います。はい、では溶き卵にしたので餌皿にそれぞれ入れていこうと思います。このまま卵焼き作って人間が食べても良さそうなぐらい綺麗な溶き卵です。餌皿もここに持ってきてるので、このままここに移したいと思います。いい食事ですね。小松菜もこれで食べてくれるといいんですけど、いろいろ作ってどれが一番食べてくれるかっていうのも含めていろんな料理を作ってます。こんな感じです。それでは揚げていきましょう。はい、ではピカチュウから揚げていこうと思います。ちょっと警戒してますね。なんか餌が来たかなって感じで舌をペロペロしてますね。ここだよ。まだ食べ物が来たって認識してないんですかね。ここに入ってるよ。なんか認識してないっぽいですね。あ、食べました。こんな食べ方しても固形物じゃないからね、ピカチュウ。お、すごい。ごくごく飲んでますね。これは小松菜も余裕ですね。ピカチュウはね、
ちょっと今脱皮の最中なんで頭の皮とかがちょっとベロベロですけど、相当美味しそうに食べてますね。鼻の穴から今卵出てなかった？はい、ピカチュウ。美味しい？めちゃめちゃ瞳孔開いてるね。そんなうりうりした目今まで見たことないよ。ピカチュウに卵あげるのはね初めてだから、やっぱり青舌トカゲは総じて卵が好きかもしれないですね。餌食いが悪くなったら卵をあげようって思えるぐらい食いつきがいいです。お腹いっぱいになった？コオロギより美味しいね。これはね、きっとなくなるまで食べ続けるんじゃないかな。結構近くで撮ってるんでね近くで撮ってるとやっぱりちょっとカメラが気になっちゃうのかな。こっち見てますもんね。気にせず卵食べていいよ。卵も一応常温に戻して、小松菜もすごい冷たい状態ではなく常温にしてから揚げてます。人間でもそうだけど、冷たい状態でねいっぱいお腹の中に入れるとお腹壊しちゃったりとかねするかもしれないので、青舌トカゲは死肉食いって言われてるぐらい、傷んだ肉とかでも食べるんで、そうそうお腹壊すことはないかもしれませんが、ね、死んだ肉だったとしてもそんな冷たい状態で食べることはまあないかなって思うので、まあ時間があるときは常温に戻してからの方がいいかなと思います。固まったね。もう絶対にこの卵は渡さねえぜって顔してるね。ねえ、オスかメスか分からんから渡
渡さないわよって言ってるかもしれないけどね。いやー、しかし食いつきいいな。しっかり卵を食べて綺麗に脱皮しておくれ。うん、小松菜もねちゃんと食べてるね。いい感じ。きっとこの卵がなくなるまで終わらないと思うんで、次はね、絶の方大丈夫？絶の方にあげたいと思います。はい、次は絶にあげていこうと思います。気づいた気づいた。すごい美味しそうに食べてますね。実は卵大好きだからね。小松菜も口の端にしっかりと食べてね。小松菜ね、あー出した。ちゃんと食べて。小松菜、小松菜食べてる？小松菜入ってるっぽいけどね。やっぱり美味しいもの食べてると瞳孔がめっちゃ開きますね。時々ね、カメラ目線くれますね。なんかあんまり食べ進んでないのかなと思いきや、結構食べ進んでますね。端の方はもう底が見えてます。食べるの上手だね。綺麗に舐めとってるわ。実は黒目の周りがオレンジで目が綺麗だね。かっこいい。ここでね、お隣さんのピカチュウをちょっとチラ見せしましょうか。ピカチュウもうないですね。
残すところは小松菜だけって感じです。ずつもきっと小松菜だけ残して卵はきれいに食べると思います。実はね、細やかな舌遣いで小松菜だけ残すんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたんですけど、ペロッとまではいかないですけど、まあ、だいぶ食べてくれましたね。きっと気を使ってくれたんだと思います。ピカチュウの方もね、もう全部卵だけ食べ終わって小松菜がちらほらと残ってるぐらいだったので回収しました。それではこの動画がいいなって思ってくれた方はグッドボタンやコメント、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。それではじゃあな。